マンドリルは、哺乳高霊長目、オナガザルカマンドリル属に分類される、霊長類。ガボン西部、カメルーン南部、コンゴ共和国南西部、赤道ギニア東道町61から 76.4cm。体長オス約 81cm、メス 56cm。オナガ 9cm 程度。体重オス 25kg、メス 11.5kg。 体重オス約2 7ラム、メス約1 2ラム。メスは、オスの半分程度の大きさである。体毛は、褐色や灰色で、覆面の体毛は白い。黄色い髭がある。オスの成獣は、鼻筋は赤く、これは皮下に、毛細血管が発達しているため、血の色が透けて、見えている。鼻の両脇は青く、縞模様が入る。オスの尻は、 青や紫色。青い方、黄色い髭という特徴的な配色で、このような派手な色彩は、昼間でも暗い熱帯雨林の中で仲間を見分けるのに、役立つと考えられている。メスよりもオスの方が顔の色が鮮やかで、オスの尻は青紫色をしており、陰形は赤色、陰脳は紫色をしている。熱帯雨林に生息するが、 林園のサバンナやプランテーションで見られることもある。夜間は樹上で眠る。熱帯雨林の地上部に生息している。樹上の果実などを取るために木に登ることもあるが、あまり高いところへはいかない。250頭程度の群れを形成し、その中で1頭のオスは20頭程度のメスを従えた、ハーレムを形成している。野生での生態はよく知られていない。 一般的に行動に攻撃性がないとされる。主に果実や種子を食べるが、草本、樹皮、アリ類などの昆虫なども食べる。果実、種子、昆虫類、小動物などを食べる。捕食者に関する報告はないが、ヒョウなどの大型食肉類に捕食されている。可能性はある。繁殖様式は耐性。6から10月に交尾すると考えられ、 12月から翌4月に出産する。妊娠期間は約6ヶ月。妊娠期間は約150から180日。通常、一子を産む。種商名スフィンクスはスフィンクスに由来する。名前は18世紀には西アフリカの商人によって用いられていたという記録はあるが、由来は不明とされる。生息地では、 食用とされることもある。食物が不足すると農場を襲うこともある。生息地である森林の破壊、食用の狩猟などにより生息数が減少している。1977年に霊長目単位でワシントン風俗書2に掲載され、1981年にはワシントン条約付属書き合いに掲載されている。 日本では2020年現在マンドリルルス属谷で特定動物に指定されている。ありがとうございます。